謎は全て解けた。本当か金太一君。犯人は我々に大きな罠を仕掛けています。罠？そう、これです。ロープ？ロープ？誰かがこの部屋から入ってきた時に思わずこのロープを引いてしまう。すると上から何か重いものが落ちてきて一巻の終わり。これが犯人の仕掛けた無差別殺人の仕掛けですよ。さすがは金田一君、相変わらず鋭い推理だ。で、このロープどうする？とりあえず一本引いてみましょう。大丈夫か金田一君？あ、皆さん少しちょっと死体から離れて。死体から離れて。危ないです。この2本目のロープがこの事件の最大の鍵を握るロープなんです。皆さんまたちょっと死体から離れてください。じゃあ、2本目、行ってみよう。大丈夫か、2人とも？大丈夫、大丈夫、大丈夫。信頼してもういい、やめるんだ。まず、では、3本目のロープ、行ってみよう。ちょ、お前、こっち来いよ。はい。お前、こっち来い。何がですか？お前もだって。ここに。別に俺らは引いてもいいわけだろ。聞くのも何でできるだろ。はい。行きましょう。行くよ。引っ張ると思うでしょ。お前もこっち来てわ。お前もこっち来てわ。大体そういうオチがあるんだよ。だから俺らみんなで一つだよ。それが一番面白いと思う。3本目行くからね。はい。行くよ。どうなんだ、3本目。ほら。こういうオチならみんなほら、病気。でも僕半分しか。もう一回ちょっと引っ張ってごらん。もう一回引っ張ってごらん。後ろ向いて引っ張ってごらん。こうやって。そうそう。はい、引っ張って。引っ張ってごらん。いきますよ。はい、引っ張って。せーの。これでみんな一緒だったほら。ね、スマップがキッキーをいじめてるってイメージもなくなる。